待ちわびたぞ我が天敵よ。なるほど、最強たる世に相対するは最弱たるが道理。なあ、サル。アバントヘイム背後から天撃を誰も殺さず発射。そうすれば11クラスター移動開始。セットポイントへ。すぐにでも全火力の衝突が始まる。総員構えよ。相手はオールドデウス。人間ごときの小賢しい作戦は簡単に見破るだろう。それでも奴は全力で潰しに来る。それが強者のゆえん、強者の道理だからだ。己が文才をわきまえよ。小賢しきチリアクタども、あがけもがけ、地を這う虫けらがいかに群れようとも天に及ばぬとついに知れ。アーカシアンセ全団一斉展開。追爆、全団射出。進撃。アーカシアンセ、追爆の力をもってしてもアルト氏の進撃を止めることなどできない。全てのエネルギーがぶつかり収束し、この世の終焉を告げる光となる。そしてなき道具、命なく生き、命ありて行こう。アウス。やろう。11クラスター4807機の投入により模倣再現設計成功。同期します。レーゼオリジン、アイウンダー、シンテル星殺し、ステイルマンダー、託します。それじゃあこれで引き分け、ステイルメイトだ。悪いね、神様ども。スーニアスタ、この瞬間のために何人が死んだ。シュビーの仲間、命あるやつ、一体何人に死ねと告げた。自分自身までペテンにかけて、シュビーの思いさえ出しにして、これのこれのどこが引き分けなんだ。シュビー、ごめんな。シュビー、また負けたよな。シュビー、もし俺とお前二人で一人だったらさ、次こそ勝ちたいな。シュビー、今度こそ誰も死なないそんなゲームで。思いから生まれるのが神ならゲームの神様、ゴミみたいなこの命だが、全て捧げて生まれて初めて祈る。頼むよ
敗者の分際で聖杯を取るのが汚すぎるというのなら、この手が血にまみれすぎているというのなら、お願いだ、せめて俺たちに何か意味があったと言ってくれ。誰でもいいからこの戦争を終わらせられる誰かに。そのスリアスターを誰かに。なんだよ、やっぱりいたんじゃねえか。なあ、またゲームしようぜ。今度こそ勝ってみせるからさ。シュビーと二人で絶対に。子供の頃、世界はもっと単純だと思っていた。勝てない勝負はなく、努力は報われるもので、全ては可能だと。曇りなき眼で世界を見て思った。あれは、もし全てうまくいったら、白いルークを E の6に動かしてくれるか、コローネドーラ。あ、いや、姉さん、次を後を任せるよ。今までありがとうな。ねえリク、シュビーちゃん、二人は本当にすごいことをしたんだよ。永遠の戦争を終わらせたんだよ。なのに、おかしいよね。どうしてかな、お姉ちゃん。どうしてこんなに悔しいのかな。ゲームはまだ終わってないからだよ。チェックメイトじゃなくてチェックだよ。お、でもこれじゃあパーペチュアルチェックに持ち込まれたね。初めてだね、僕と引き分けたの。誰にも作られず、誰にも望まれず、誰にも願われず、ただ己の意志で獣から二足で立ち上がり、知性を手にした名もなき種族、人間。君たちに唯一神として名を与える、イマニティと、そして知性ありしと自称するイクシードよ。亡き医師アシエイトを継いで、種族の同意アシエントをなし、銃の盟約に基づくアッシェンテをいざ仰げ。今日この日、世界は変わった。さあゲームを続けよう。どこまで嘘で、どこまでマジです。そりゃ